嘘だと言って嘘だと言ってすごいすごい、はあ、あーじゃあ、おーこれがおむすび岩です。ほらほらほら、いいじゃん、あーいいやん。おはようございます。おはようございます。今日は広島県の大野権現山に登ろうと思います。今日はね、1月2日なんで、今年初めの登山になります。はい、でスタート地点がね、これがね、大野自然公園、自然観察の森大野、はい、大野自然観察の森、はい、ですっていうなんですけど、ちょっとね、ここね、12月28日から4日まではなんか閉まってるみたいなんで、ちょっとこの門が開いてないんですけど、ここからちょっとスタートしたいと思います。はい、多分ね、本来はこの柵の向こうに駐車場があって、そこから登れるみたいなんで、1月4日以降にまた来てくださいちょっと駐車場がね、ないんで、この門の付近の広いところに停めてるんで、はいはい、それでは行ってきます。行ってきます。めっちゃ寒い。綺麗だね、うん、すごい、うん、これがミカさん分岐ですか、うん、はい、あ、看板出てますね、うん、今日はこのおむすび岩っていうところに行ってから、大野権現山に、うん、行きたいと思います、はい、だからまずこのおむすび岩の方に行きます。はい、行きましょう。レッツゴー。はーい。あ、なんか気持ちいいとこだね。気持ちいいね。気持ちいいとかね、うん、これおにぎりちゃうん、これちゃうんか、え、絶対おにぎりだよこれ、間違いないって、結構登ったでお前、あ、あ、え、違うかこれ、でも展望やそうだよ、おにぎりおにぎりじゃないのか、これ違うのか、まだまだか、行
外とまだある。嘘だろ。嘘だと言って。嘘だと言って。いや、まだ先が見えてこ。まだか。まだか。うん、あ、でも、あ、なんかあるね。おむすびみたいなあるな。シルエットがある。あるな。これどうやって行くんだ。後ろからもあるのかな。わからん。ちょっと、これそのまま行けるんじゃいけないのかな。こっちから。ちょっと急じゃない。急すぎるか。裏から回れるんかな。裏から回ってみようか。はいはい、裏から回ろう。興奮しすぎてまっすぐ行きたいから。これの上におむすびが乗っかってるので。ちょっと急がすぎるわ。やばいわ。ちょっとここ急だな。よっしゃ。えれ。ほら、なんか柵がついてる。ほんまに。よいしょと。あ、来た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 、ほら、あ、おむすび。おむすび、おむすびありました。あ、すごい。よいしょ、よいしょ、すごいすごい。よいしょ、おー、すげーな。おー、これはすごいな。ねえ、ミカさん、すごいね。あれ、さっきのベニマンサクッコちゃん。おー、すごいな。朝のベニマン。おー、わー、でっかいおむすびある。すげえなこれ。はあ、あー、気持ちいいなここ。はあ、はあ、おむすび山、おむすび山じゃないね。おむすび岩に到着しました。本当にね、すごい展望良くてね。これなんだろう、宮島の方かな。うん、もう見える、うん、瀬戸内海がよく見えます。ほんますごい綺麗だね、うんうん、向こう北の方までも見えるしね、うん、すごいです。2023年ベスト展望。うるせえな。まだもう始まったばっかりだよ。これがおむすび岩です。おむすび岩は 658.1m の標高です。結構高いね、うん、なかなか658にしてはいい展望だったんじゃないでしょうか。おすすめです。分岐に到着しました。はいはい、あー、やっと分岐か、うん、はい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 、こっから、はい、こっちに行ったら権現山に登ります、はい、で、こっちおむすびで、帰りはね、こっちのベニマンサク湖に降りる、こっちのコースで降りようと思うんですけど、はい、わかりました。とりあえずこっちから登っていきます。この分岐から権現山はどのぐらい？ 0.8km。 あ、もうちょっとはね。うん、あ、じゃあ頑張っていきましょうか。頑張ろう。あ、はーい。ああ。この辺でもちょっと雪残ってるね。うん。それだから。
着いたな。長いね。急だったな、ここまで。めっちゃしんどかった。よいしょ。どんけん山。着きました。着きました。やった。疲れ。なあ。大野どんけん山到着しました。標高がね 699.5、 あんま変わらへんな、おにぎりと。いや 50m ぐらいじゃん。でもちょっと展望がちょっとないな。なさそう。ぐるーっと回ってもちょっとなんか社の壊れたのがあって、ちょっとそっちの、あとそっちのどっか岩の上登ったら綺麗なんだろうか。そうかも。登れるとこ、おお、ちょっと登ってみるとこどう。どうだ、景色良かったらラッキーだけど。うん、まあ見える。おにぎりの方が良かったかもしれない。大したことねえな、これ。でもここ平らだから基本高さはあるけど。ああしゃあ、はい、やっぱあれだね、おにぎりの方が良かったね、展望はね。なんかもうちょっとなんか向こうに展望、あっち展望いいかもしれない。ちょっと道があるから期待しよう。どうだ。なんかできた岩がある。あ、重だ。あ、展望いいじゃん、これ見方。向こう側は開けてるかもしれない。これいいんちゃうの。よいしょ。権限権限、これ。これいいんちゃうの。ほらほらほら。いいじゃん。ええやん。よかった。うん、若干マシ。よかった。いいかった。よかった。よかったね。うん。よしよし。いいじゃない。開けてた。うん、はい。さっきの岩のところから振り返ったら展望台って書いてあります。これ展望があるんじゃないかと思います。ちょっと行ってみましょう。行ってみよう。もう頼むで。もう展望、ここまで行け、展望がないと。この岩かな。え？どこが展望台だろう。この岩ちゃうの。この岩ちゃうの。やっぱ岩イコール展望ありみたいな。あ、こっち綺麗だよ。あ、そこ、これが展望台じゃん。若干怖いけど。ああ、いい。あ、ほら、さっきおにぎりで見た景色はちょっと見えるね。ああ、いい。ああ、ここのことだな。うん。いいやん。結構いいね。いい、いい、悪くない。うん。ああ、よかった。よかったね。大野権現山に到着しました。ね、展望はね、ちょっとね、微妙なんですけど、なんか展望台があってそこからはそこそこの景色が見られます、うん、はい、でもやっぱりおにぎりの方がだいぶ展望はいいです。秋さん、おむすびだよ。あ、おむすび、おにぎりじゃないおむすびです、はい、ちょっと今日はここでね、お昼ご飯を食べて下山したいと思います。はい。今日のお昼ご飯は無印のカレーです。キーマカレーと辛くないグリーンカレーです。
見た目ほど変じゃない。 あんまり美味しくないんだね、これ多分。そうでもない。いや、うん、なんか美味しいよ。美味しい。なんかすごいハーブの香りかな。なんかすごいする。めっちゃうめえ。それははず。ちょっと辛いな、でも。うん。キーマカレーな。うん。うん。うめえ。うめえや。はい。今日は広島ということで、この白のあんこと赤のあんこの紅白もみじ饅頭を食べたいと思います。じゃあこのもみじ饅頭をいただきたい。はい。どういうの？これ白いやつだからミルクあんです。はい。美味しいね。美味しい。でしょうね。あ、ミルクあんうまいな。本当なんだ。うん。すんげえうまいなこれ。やつ、いちごあん？うん。たぶんちゃむ。いただきます。はい、うん。いちごあんやで。ジャムが入ってるけど、ほら見て。うん、赤いジャムが練り込まれたあんこ。いちごないすんの？すげえ美味しい。これ美味しいね。意外と、うん、なんだろう。あんこじゃない種類のやつもうまいんだね。うまい。なんかジャムだと思ってた。ジャムあんなんだ。あんこです。すごいね。うん、美味しい。やっぱこのもみじまんじゅうってコーヒーと合うな。うん。あー。美味しいな。うまい。それでは下山を開始したいと思います。とりあえずさっきのね、分岐のとこまで下っていきたいと思います。うん、はーい。お、分岐まで。はーい、分岐まで戻ってきました。あ、そっちに書いてある？うん。もう痛いけど、こういう感じで。よいしょ。はい。で、二万作湖の方に。はい、こっちに下っていきたいと思います。はい。はい。こっち帰るのがでも早く降りれるんだよね。うん。早く降りれる。うん、じゃあ早く降りましょうか。早く。はい。はーい。どう？湖まで降りてきましたね。うん、あとはもう遊歩道をね歩くだけですね。うん、すげえ綺麗だな。朝凍ってたのね。うん。今日は広島県の大野権現山に登りました。山頂の展望は何か所か岩場があってそこからは結構見えたんですけど、それよりも途中のおむすび岩の展望がめちゃめちゃ最高でした。間違いないね。ぜひ行ってみてほしいです。はい、はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録もチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。早速噛んだ。危ねえ。大丈夫でした。無事帰還しました。